リスト屋させていただきました。チームエイトで配信とかなかったけど、来てくださった皆さんありがとうございました。鎌倉までありがとう。あっという間の時間でしたね。一瞬だった。今日は髪型ポニーテールしてたけど、もう取っちゃいました。巻きのポニー、なんかポニーテール最近よくしてたけど、久しぶりにここを編んでのポニーテール、なんか昔よくやってたけど久しぶりにやりました。ここを編んでポニーテール、カップリングウェイズもやりました。ユニットがね、珍しくイベント、あゆフェスとかでユニットやるの珍しいけど、レミちゃんとレイちゃんと3人で君のカップリングウェズ披露しました。センター2人、高校生2人に JK2 人に挟まれてセンターやりました楽しかった。湘南アイドル最、あ、湘南だったか、湘南だった、湘南アイドル最強フェス、ありがとう。12月3日以来の配信だって、めっちゃ久しぶりじゃないですか。今日って何日だっけ、待って思い出す。今日は12日ですね。今日は12日だ。めっちゃ久しぶりじゃん。じゃあいい、そんな久しぶりの配信、制服の羽、確かに久しぶりに会った感じあったそんなことないかな。ね、毎回配信久しぶりに、久しぶりだなって言いながらやってる。今日ほんと寒いね、めっちゃ寒いね。眠たい、めっちゃ眠たいです。なんかさ、私昨日とかね、すごい何回も寝て起きてを繰り返して、あのさ、昨日なんかさ、全然記憶がなくてさ、もう疲れすぎてたのか、イベントの練習しながら寝て起きて、あ、練習しなきゃ、あ、寝てみたいな練習しながらちょこ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 練習しながら寝て起きてを繰り返してました、夜中とか毎回睡魔に起きながら。リハに参加できてなくて、今日の リハーサルがこの間あったんですけど、だったので、ね、必死に夜中寝ながら起きながら押しながらさ、だからめっちゃ眠たい。だけど明日は、朝はゆっくりなのでいっぱい寝ようと思っています。一段落、今日のフェスが終わったので、イエイ。あの、本当にお話し会も皆さんありがとうございました。遅くはなってないか昨日と一昨日10、11、話し会来てくださった皆さんもありがとうございました。すごく楽しかったな。
そう、今日ステージめっちゃ近かったよね、客席と。近ってなりました、ステージだって、おお近みたいな超近かった。次のお話し会はクリスマスイブです、イブですね、12月24日。でもあっという間に来そうですよね。もうでもすぐ言ってすぐですよね、言ってもうすぐだ、すぐだよ。楽しみにしてます。今日はライブ始まる直前に前髪を切りました。長ーってなって、でもね、もうちょっと切りたいんよな、もうちょっと切ろっかな。直前にね、前髪長いなーってなったので、その辺にあるハサミに切りました。ね、髪伸びたよね、この前ちょびっと切ったけど、でも伸びました。じゃ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 、ボサボサポニーテール外した後だから。今日は目めっちゃキラキラしてるんですよ。あーめっちゃすごいさ、もうアイメイクよれまくってるけど、今日はキラキラいっぱいにしました。なんかあんま見えないけど、イエーイ。寿司三昧ちょっと、うん、いい高さ。そうそう、15日からまたジョンマイラブです。え、もうすぐだすぐだすぐですね、すぐだな。やなんか、え、もう来ちゃった。前回から1週間って、だけど来てほしくないみたいな。そう、愛媛さ、何、行きたいのに行きたくないって感じ、終わっちゃうから。かなぴー、ジョンマイラブあと4回で終わりです。え、15、16、17、18、4回です。4回で終わっちゃう、寂しいですね。だから皆さん気に来てください。もう4回しか見れるチャンスないですよ。あ、5期は除いてね。けどもう一緒に出るの最後のキャストさんもいらっしゃるから、4回しっかり心を込めて今まで通り頑張りたいと思います。イエイ。はい、行きます。ありがとう、待ってます、嬉しい、頑張ります。だけど1週間間からな、いけますかね、1週間間からな、ちょっと不安です、ちょっと不安。
採血が、あれ採血今日で終わりだったの？2日空くってことか。そうそう、東京公園に出てないからね。1月ないけど、また2月に帰ってくるって。いやー眠い、眠みざは眠おです。最近の私の口癖、眠みざは眠おです。皆さん最近楽しいことありましたか？楽しいこと、私はお話し会と今日のフェスがとっても楽しかったです。うん、今日の裏話していいですか？君のカップリングウィズの出番直前に、最初の歌い出しの歌詞を、歌い出しの練習してたんですけど、途中なんだっけ、なんだっけ歌詞、やばい、あんま出せない。いつもの君は優等生すぎて誰から見ても別世界の人だったよ、誰からの歌詞がもう全然出てこなくて、あの本番直前、ステージ出る直前、あれやばい。でさ、レミちゃんとレイちゃんと、でも3人とも思い出せなくて、あれいつもの君は優等生すぎて何何何回やっても俺思い出せなくて、誰からが全然出てこなくて、やばいやばいやばいってなって、もう涙、あの1曲前の涙の湘南のもうアウトロと歌詞持ちて、でも全然出てこなくて、やばいやばい。でマネージャーさんもその時たまたまいなくて、周りに歌詞確認できないってなってやばいって焦ってて、超直前にマネージャーさんがハッて入ってきて、歌詞教えてくださいってなって、超ギリギリで確認して出たんですよっていう裏話。そう、そんなことがありました。もう歌詞が全然出てこなすぎて、直前にね、そんなこと今までなかったのに、その時までもうあれ、ね、楽屋でもずっと練習してたのに、本番直前、あるあるなんですよ。やっぱステージ立った瞬間とか、その直前とかに急に真っ白になることってよくあるんですけど、それが来ちゃって、そうギリギリセーフだった。マジで、あー面白かったな、よかったです、よかった、本当にやばかった。マネージャーさんがそこに来てくれなかった、ちょっと危なかったですっていうことがありました。よかった、よかった。そう、笑い話になってよかった、本当に。これでマネージャーさんがタイミングよく来てくれなかったら、あのもう笑い事じゃなかったから、本当に本当によかった、セーフでした。マネージャーさんにあのね、調べてもらった資料で、最近で一番焦った3人とも何何何みたいなのって全然思い出せなかった、話でした。最近やった面白い話、昨日はお話し会だったか、昨日は何かあったかな、
確かに。今日はね、おニューのコートを着ました。新しく今日初めて着た子おっとでも思ってたより薄くてちょっと今日寒かったお友達がくれたコートなんですけど、コート、ジャケット、ジャケットかコート、うん、かわいいやつ。お洋服欲しいな、お洋服欲しい。映画見たい、あと映画見たいんですよね。私見たい映画がいっぱいある。何がおすすめですか？スラムダンクね、スラムダンク見たことないんですけど、見たことないんですけど、でもすごいね。感動する。見たことない人でも思う、面白く見れる映画でも気になってる。着いたら見に行きたいな。もうすぐからクリスマスだね。なんか自分にクリスマスプレゼント買おうかな思ったけど、なんだろうな。そういえば妹にも誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントをおねだりされたので、ちょっと何か用意しなきゃいけません。悩んでます。小学生のプレゼント何がいいのか。去年は何あげたか全然覚えてない。なんか何あげたっけ、全然覚えてない。文房具をあげたっけな。イルミネーションは見ました。いや、うん、なんかね、そう、お散歩してて夜見ました。見に行ったわけじゃなく、お散歩してたらあったみたいな写真撮ったから載せます。いつか。あ、お洋服いいね。でもちっちそうね、いいね。iPhone 最新で、私 iPhone 最新のやつ欲しい。父母サンタにお願いしようかな。吉田家の父と母に。
のイルミネーション。ああ、松山城行きました。うん、そうそう、写真載せますねそれも写真載せます。もう載せる写真がたまりすぎてて、もっと前の私は高尾山とか行った時の写真も載せたいのに、まあそれはまあちょっと時間はもうちょっとしたら載せようか。年内には絶対載せるから年内だけは、年内にはいろいろ。インスタもさ、お話し会の写真をやっと載せて久しぶりに投稿したけど、インスタサボりすぎてる。松山城行きました。すっごくてめっちゃテンション上がりました。また行きたい。出口からオレンジジュースは飲まなかったです。もうあれは絶対飲みたいと思ったんですけど、寒すぎて寒すぎて諦めました。じゃこカツ食べました。あったかいとこで。松山城はリフトに乗って行ったのですけど、全然きつくなかった。ちょっと歩くだけ。めっちゃ寒かったな。しかも愛媛に超薄着しか持っていってなくって、コートも超薄いのしか持っていってなくって、っていうのもすごいさ、まだ最初の方は暑かったからコートとかいらんやろって持っていってなくって、厚手のコートとかね、12月までいることを忘れててもう寒すぎてやばかった震えてた。今度愛媛に行くときはしっかりもう厚手のコートとマフラーも持っていこうと思います。マフラー絶対必要。寒かった、もう思い出すだけで寒いやっぱり寒かった。最近はそんな感じかな。うん。愛媛から帰ってきて、あ、周年公演もありましたね。意外と充実してますな。周年公演あり、お話し会あり、今日フェスあって充実してましたな。あ、コンサートも発表されましたね、日程と場所。4月30日ピアアリーナであるので、皆さん
ぜひ来てください。待ってます。30、全然さ、待って見てないんだけど、3公演あるよね、 AKB のコンサートと。それなそれな、声出し解禁やばくない？やばいですよね。みんなのコールが久しぶりに聞けちゃう？聞けちゃうの？多分メンバーみんな泣いちゃうと思うみんな泣いちゃう。当ててください。当たりますように。みんなタオル絶対持ってきてね、涙を拭けるように。ハンカチじゃダメです、タオルでハンカチじゃ多分足りないんで、タオルよろしく。待ってます。楽しみ、楽しみだけどだね。来てほしくない、みんな言ってるけど来てほしくもないし、頑張ります。楽しもう。あ、バスタオルがあるならバスタオルの方がいいかもしれない。うん。やっぱなるべくね、布面積が多い方が、そうそう、助かるかもしれない。うん。よろしく。肩こらない程度で。眠みざ眠を、マジ眠みざ眠をみんなも使っていいよこれ。流行語大賞ね、もう遅いか、もう遅いか、ちょっと来年狙うか。マジ眠みざ眠を、あれしていいよみんな特別ですよ、真似していいですよ。眠みざは眠を、早く寝ましょう。それな、ちょっと今日は早く寝ないと。確かに成人式終わって私はどんな髪型してるんだろう。なんかさ、今ロング、もうだいぶもうロングと言えるほどの長さになったじゃないですか。ロングもさ、いろいろアレンジできるしいいなと思ってるんやけど、逆に前ほど切りたい欲が薄まってきた気がする。でも切りたいしな、悩む。ボブにするかこのまま伸ばすかでない、めっちゃ悩んでる。悩み始めてきた、やばい、髪型一生悩んでる吉田カレン。ボブにもしたい、まあ伸びるの早いしな、いいかな切っちゃって。でもロングもいいしな一生髪型に悩んでます。
悩み沢なみよ。そうそう、このまま黒髪でもいたいし、銀にもしたいし、ピンクにもしたいし、一生悩んでる。こんなに早く成人式がやってくると。エクステね、エクステもありだけど、エクステ5万円くらいかかるの、超高いエクステつけたことないんだよね。まあ、今は存分にロングを楽しみます。やばい、黙ったら眠み沢になっちゃうちょっとでも黙ったら眠み沢になっちゃう今は、もう40分、はいえはいえ、11時になったら終わります。23時になったら終わります。今日外を歩いてたらクリスマスソングがガンガンに流れてた。早い、クリスマスが来るのが早い。ちょっと待ってほしいちょっと待ってほしい。ああ、充電が、充電が、皆さんの最近あった面白い話を聞かせてください。私の目がめっちゃ覚めちゃうような。グランドでオンライン話し会しましたとってもいいと思います。本当にでもね、皆さんいろんなところからお話し会参加してますよね面白いです面白いです。
パワー、パワーです、パワー。どうしよう、次行った時ネタに困ってる。パワーがちょっとハマりすぎて、あれは本当にね、いろんなとこで、そうそう、みんながすごい好評です。あそこに全集中をかけてるんでしょ。そんなことないですけど、そんなことはないですけど、そうやってるんですけど、この間スタッフさんに休憩中にパワーやってって言われて、パワーやりました。あと本番中パワーやってると、パワーまとかいろいろや、あのあそこのシーンやってると裏の楽屋では大盛り上がりらしいですって聞きました、噂に。こたつに入りたい。突然のこたつに入りたい。いや、あのパワーは舞台を見に来てくれた人しか見れない限定です。特別なので。あのパワー、パワーさ、誰が言ってたんだっけ、誰かが言って、あ、じゃあそれやりますって言ってやったんだと思うんですけど、誰かが言ってた、全然覚えてない。こたつ、そうそう、こたつに入りたい、こたつに入って寝たい、寝るつもりないのにこたつに入って寝落ちしたい。あの瞬間が幸せだよね。それで、ほら風邪ひくから布団で寝なさいって言われて、でもこたつがあったかいから、うん、わかったとか言いながら出れない、あのあれを味わいたい。うん、こたつはいいよな。こたつはいいよな。こたつ、こたつをこたつでみかんを食べたい。こたつに入って。最高。よおばあちゃんのお家にあるでっかいこたつに。いや、床暖は違うんだよ。床暖もいいよね。だけどこたつって、こたつのぬくもりって違うじゃない。あー、こたつに入りたい。みんなもこたつに入りたく なっちゃったでしょ。こたつ、年内に叶えたいこと、こたつに入ること。うん、イエイ、昨日誕生日迎えたよ、おめでとう、ハッピーバースデー、一日遅れだけど、ハッピーバースデー。
今日は、え、今日月曜、今日月曜じゃん。みんなお疲れ様です。月曜日、もう月曜日を乗り越えた皆さんは優勝です。勝ちました。おめでとうございますおめでとうございます。月曜を乗り越えたならもう皆さんの勝ちです。お疲れ様でした。月曜か、今日月曜か、明日は火曜日か。木曜日の感覚だった謎に。明日も頑張ろうね。おお、頑張ろう。今日はもうバッチリ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 メイクしてるので、いっぱいスクショしてください。そう、ポーズのレパートリーが絶望的なんです、私はピースしかせん。イエーイ。もっと可愛いポーズしたいのに。ピースしか出てこない。近い？どの辺が良き？距離感。イエーイ。足つった足つった治った。めっちゃ足つるんです私。足つりやすいつりやすいって何でもつりやすい、つりやすい、すぐ足つるんですよ。寝ててさ、足つって起きたり、うお足痛いってなって起きることがあります。明日の朝はゆっくりだから、寝れるだけ寝てやろうと思います。イエーオッケー。いっぱいスクショしてもらいましたか？
このポーズのレパートリーがない吉田カレン。あ、足しびれた足弱め。おけまる？おけまる？おけまるかい？みんな眠みざは眠おになっちゃうから、もう眠みざは眠おか。いや明日も火曜日だからさ、明日も火曜日、明日火曜日だからみんな夜更かしできないから、この辺で終わりやしょう、終わりやしょう、終わりやすか。ではランキングを読みやしょう。ランキングをお読みいたします。13位、秀次郎さんありがとうございます。12位、アイスさんありがとうございます。11位、ポッチさんありがとうございます。11位、アリングさんありがとうございます。9位、ルークさんありがとうございます。8位、関西英投資さんありがとうございます。7位、ポンさんありがとうございます。6位コタンさんありがとうございます。5位ヒガさんありがとうございます。4位マサヤさんありがとうございます。3位ももじさんありがとうございます。2位ヌッシーさんありがとうございます。1位タートシさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、みんな夜遅くにごめんね。明日も頑張ろうぜありがとう。じゃあおやすみなさい。ありがとうねん。おやすみ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。